ブレイキングダウン展のオーディションで悟氏の左後頭部を金属で殴った犯人が特定され炎上しています。ブレイキングダウン7でテル氏との試合直前にバックれていた悟氏でしたが、10月5日に朝倉海氏の YouTube にて謝罪し、ブレイキングダウン展オーディションへの出場を果たしました。オーディション会場で悟氏は朝倉未来氏をはじめとした運営陣に深々と頭を下げ、まずはじめにこのようにお謝罪をいただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。ブレイキングダウン7ではドタキャンをしてしまい本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しました。これに対して運営の溝口氏は、もう伝わったのでここからは気を使わなくて大丈夫と悟氏の謝罪を正式に受け入れました。その直後、悟選手がサップ西成選手につかみかかり大乱闘へと発展。悟氏はサップ西成陣営の複数人から襲撃を受け、口から出血するほどの事態となりました。あまりにも見応えのある内容にネット民からは、本当に集団に襲撃されることで伏線を回収していく悟すごい、悟の盛り上げがすごすぎて序盤の喧嘩自慢の内容全部飛んだなどと大興奮の声が寄せられました。しかし悟氏の YouTube チャンネルにて投稿されたオーディション後に撮影されたとみられる一つの動画が物議を醸しています。悟氏は動画内で、まださこの辺が痛えんだよな、誰かに殴られたのが、あくびとかすると痛え、全然治んねえと大乱闘で負傷した後遺症が出ていると告白しました。悟氏自身も誰から殴られ後遺症が出ているのか分かっていない様子でしたが、一連の流れを見ていたネット民が X にて、悟がシェンロンから金属のようなもので後頭部殴られてるけど痛そうと、シェンロン氏が悟氏の後頭部を金属のようなもので殴打している映像が投稿されました。これに対しネット民からは、久保田悟あれで追放されたのなんだったんだよ、やってること変わんねえじゃん、ただの犯罪者やんけこいつと、サップ西成陣営を批判する声が多く上がりました。また悟氏が口から出血していたのも大勢で抑え込んだ後、サップ西成陣営の悪魔王子という人物が悟氏の顔面を踏みつけたことが明らかになり、こちらも炎上しています。ブレイキングダウン展では正式に悟氏とサップ西成氏の試合が決定しましたが、今回の騒動を受け悟氏を応援するファンが増えている印象です。悟氏が再度バックれたとしても、正々堂々と試合に挑んだとしても、当日は盛り上がること間違いありませんね。それではまた次の動画でお会いしましょう。